副校長の皆さん、ご紹介いただきました村田春樹です。ここでちょっと歴史を振り返ってみたいと思います。昭和20年に日本が戦争に負けて大陸から引き上げました。その後いわゆる国共内戦、国民党と共産党の内戦があり、共産党が勝利し、昭和24年の10月1日天安門で毛沢東が中華人民共和国の建国を宣言しました。昭和24年の10月。そして半年後にですね、中国の人民解放軍はチベットのラサに進駐いたしました。当時のチベット政府はもちろん独立国です。チベットは明らかな独立国だった。そこに史上初めて、歴史上初めて中国の漢民族の軍隊がラサに入場したわけですね。これはチベットには軍隊がなかったので平和的な話し合いをしようということで、ラサで中国軍と解放軍ですね、チベット政府が話し合いをしていた。人民解放軍もその時はあくまでも平和的だと言って銃に弾を込めてなかった。チベット政府はすっかりその気になって平和的な話し合いができると思ってさまざまな交渉をしていたんです。ところがよろしいですか、それが3月、6月25日に朝鮮戦争が始まって北朝鮮が南にですね侵入してですね、大戦争が始まった。世界中の視線がですね朝鮮半島に集中した時に、中国はチャンスと見てですよ、今まで鉄砲に弾を込めてなかったラサにいた軍隊が一晩で完全に弾を込めて、そしてラサを制圧したんですよ。これが10月です。平和的だと言って入ってきて、弾込めてないよと言って入ってきて、隙あらば占領する、これが彼らの手口なんですよ。まさに非道そのもの、これが皆さんね、中国のやり方なんですよ。中国人というのはそういう民族なんですよ。その後どういうことが起こったか、占領されてですよ、チベット人はみんな仏教徒ですから、お寺を極めて尊んでる、その敬虔な祈りを捧げるお寺をですね片っ端から焼き払ったんですよ。そして無抵抗のお坊さんね、よろしいですか、お坊さんを引きずり出してきて、尼さんを引きずり出してきて、二層ですね、最終の面前でそのお坊さんと尼さんをセックスさせたんですよ。これが中国人のやり口なんですよ。今アメリカ軍がイラクでね、アフガニスタンで敵の兵隊のゲリラの機体に正面かけて問題になってますね。ゲリラが起こってますよ。そういうことやっている。皆さんね、中国人はチベットで何やったか、そのお坊さんの死体にですよ、自分たちが正面かけるんじゃなくて、生きている残ってるお坊さんに正面かけろと、かけなかったらお前を殺すぞと、これをやってるんですよ皆さん。これが中国人なんですよ。それをやられたらですよ、民族としてチベット人はプライドを傷つけられて二度と立ち上がれなくなってしまう。それが分かってるから彼らはやらしてるんですよ。皆さんね、
チベットはどうして滅んだか。理由は2つある。一つは非武装中立だったからですよ。非武装で中立だったからやられたんですよ。非武装がいい、中立がいいと言っている国会議員が議事堂に山ほどいますね。日本がチベットの後を追ってよろしいんですか。もう一つチベットが滅んだ理由がある。彼らは迷信深かったんですよ。非常に迷信深かったんです。この山にね、この山にですよ、敵の攻撃を防ぐですね、統治下を築いたら天罰が下るから、この山には統治下は築かない、すぐに相手にやられてしまう。非常に迷信深かったんで、皆さん日本人も迷信深いですよ。憲法9条があれば平和が維持できると思っている、これこそ迷信じゃないですか。先発図があれば平和が来ると思ってる、これ迷信じゃないんですか。皆さん、広島の原爆ドームに先発図を捧げれば日本は核兵器で攻撃されない、脅かされない、これって迷信じゃないでしょうか。皆さん、日本人はチベット人そっくりなんですよ。今日のチベットは明日の日本なんですよ。中国人漢民族はですよ、チベットを占領した後今度は東トルキスタンという独立国を占領ね、そしてモンゴルを占領し、今度は東へ向かって、いいですか、彼らは海島法、海東法という法律で尖閣列島は自分たちの領土であると宣言している。皆さんね、ぜひ思い出していただきたいんですけども、1964年、昭和39年の東京オリンピックの真っ最中、東京オリンピックで日本中は沸き返ってましたよ。その時に冷水をぶっかけた人がいる、中国人ですよ。核実験をやってね、オリンピックの真っ最中にわざわざ核実験をやってですよ、俺たちは原爆を持ったぞと、アジアの人たちよと、アジアの中心は日本じゃない、俺たちは宣言してるんですよ。6年後のですよ、1970年、昭和45年の万博の時に、あの万博の真っ最中、日本中が浮かれている、その時に中国は何をやったか、人工衛星を打ち上げたんですよ。この人工衛星を打ち上げて、世界中どこでも、日本でも東京でも大阪でも原爆を落とすことができますよ、彼は脅かしたんです。日本中はね、平和で沸き返って、日本人は平和ボケで誰も気がつかなかったけど、ね、日本中の新聞は中国は素晴らしいと、人工衛星を打ち上げた、喜んでる、バカも休み休み言ってくれ。私は予言しますけどね、2020年三たび東京オリンピックがやってくるでしょう。この2020年の東京オリンピックの時に、この真っ最中、東京中、日本中が沸き返って平和だ平和だとオリンピックやってる最中に、間違いなく中華人民共和国は尖閣列島に上陸しますよ。その気持ちで今から準備しておかれれば、沖縄も日本もチベットの運命をたどってしまうんです。皆さん、ぜひ今日はですね、午後2時から六本木三河台公園で集会し、中国大使館に抗議活動を行います。一人でも多くの方のご参加をお願いして、私の話を終えます。ご清聴ありがとうございました。